どうも皆さん、工藤でございます。本日は2023年の5月10日、水曜日でございます。現在の時刻は朝の6時28分です。はい、ということで、本日はですね、もういきなり本題に入っちゃいますけど、本題といっても大した話ではないんですが、今日ね、5月の10日、水曜日に、ちょっとね、今日病院に行ってきますので、私の今の現状、病状といいますか、今どんな感じなのかなっていう話をしようかなと思います。この前の配信の中でも、少しだけね、今どんな状況なのかっていう話はしたんですけど、改めてね、この配信会でお話ししておこうかなと思います。で、そうですね、何から話したらいいかな。とりあえず今日病院行くんですけど、午後から行ってまいります。午前中はね、だから、アニメ見たりとか、して過ごそうかなとは思ってるんですけど、といっても、病院が12時半だったかなとかなんで、だいぶね、移動にも時間がかかるので、その時間とかも鑑みると、もう準備とかはもう9時ぐらいからしないと、ダメかなっていう感じで。移動だけであれば別にそんな急ぐ必要はないんですけど、結構ね、時間かかるんですよ。病院。予約した時間が12時半とかって言ってもね、多分結局診察されるの多分2時とかなんで、もう下手したらもっとかかるかもしれないんで、帰ってきてからこう何かをする元気ってのはないので、今日やろうと思ってたことは全ても午前中に詰め込まないといけないということで、その準備とか、準備っていうか、お昼ご飯も食べてる余裕ないから、もうお昼ご飯も先にね、食べてしまいたいし、あとね、帰ってきてからお風呂入るのもめんどくさいんで、大体いつもね、午前中にお風呂入っちゃってます。お風呂入んなきゃいけないし。で、行く準備もしなきゃいけないし。で、移動時間も考えると、大体9時ぐらいかな、にはもうね、ちょっと準備しなきゃいけないということなんで、ちょっと早いですけど、今もう6時半ですけど、あと2時間半後ぐらいにはね、準備しなきゃいけないという感じですね。で、そんなこんなで、12時半から病院に行くと。で、今日はいつも通り採血、尿検査ぐらいかな。たまにレントゲンとか、骨密度はたまに、本当に1年に2回あるかないかぐらいかな、の頻度で、やったりはするんですけど、レントゲンは稀にあるかな。でも今日は多分そんなにないんじゃないかなと思います。で、そんなにないかなって思っていくんですけど、で、大体ね、帰ってくるのは夕方ですね。さっきも言ったように、診察時間に、結構時間かかるんじゃないかなっていう。診察時間に時間かかるっていうか、診察されるまでに結構時間がかかるっていう感じかな。田舎の病院あるあるなのかもしれないけどね。私ね、前、関西に住んでたことがあって、その頃にはね、通ってた病院は、比較的その都市部だったんで、やっぱね、病院自体が、大きいのもあるし、医者の数が多いのもあるのかな。全然こう待たされることもなく、本当に予約した時間に行けば、予約した時間に診察してもらえるっていう感じだったんで、非常に良かったんですけど、今ね、住んでるところは、田舎なんで、田舎なんで、それなりに大きい病院ではあるんですけど、おじいちゃんおばあちゃんもね、たくさんいますし、なんだったらもう9割、8割ぐらいはもう、そういったおじいちゃんおばあちゃんばっかりでね、本当の、私みたいな人間がすごく若く見えるというか、たまにね、若いその学生さんとかが親と一緒にね、来てたりしますけど、でも本当にちょっとしかいないので、私でも全然こう、若そうの、方に入るぐらい、
おじいちゃんおばあちゃんたちがもううわーっているので、まあそれで多分時間かかってるんじゃないかなっていうふうにも思いますね。はい。で、今日は採血尿検査をしてもらってですね、でまた薬をもらってくるんですけど、で薬に関して言うと、この前も言ったように、ステロイドが今1錠ですね、 5mg だったかな、 5mg の錠剤1錠飲んでいるんですが、それが今度から多分 0.5 錠半分ですね、だから 2.5mg かな、うん、になると思われます。はい、いつもの流れでいくとね、まあ、現状特にこう症状が出てるとか再燃してる様子はないので、おそらく5mg から 2.5mg に、 5mg に、まあ、減らされるんじゃないかなと思います。でそれが2週間続いた後、まあ何も問題がなければついに、ゼロ、まあゼロなんていうかな、飲まないっていう、うん、感じになるんじゃないかなと思います。でそれでまた2週間様子を見て、また次の病院っていう感じかな。はい。でまあ、ステロイド飲まない状態で何も問題がない、まあ、寛解状態が維持できているんであれば、お、いいですねみたいな、うん、感じで、じゃあしばらくそれで様子見ましょうっていう感じになると思います。はい。でやっとそこからね、こうステロイドから解放されてね、ステロイドの副作用からも解放されてうん、まあ未だにねちょっと飲んでるので、1錠5mg とはいえね、うん、飲んでるので、やっぱりね、こう、なんだろう、顔が丸くなったりとか、うん、私はね、やっぱ自分の顔毎日見てるから、あんまりわからないんだけど、うん、久しぶりに会ったりとか、やっぱね、写真とかでこう、飲む前とかと見比べると、やっぱ明らかにね、顔が丸くなってるっていうのがわかるので、うん、でもね、飲まなくなるようになると、やっぱりね、収まってきますね。はい。今までもそうだったんで、うん、今までもね、飲んだり、まあ、こう、減らしていって、ゼロが維持できたりしてた時期もあって、まあ、そういった時期と比べると、やっぱ全然顔の形が違いますね。うん。まあ、ムーンフェイスっていう副作用だったりするんですけど、まあ、そういった副作用が少しずつ収まってくるんじゃないかなと思っております。まあ、あとは、体重が減る、かもしれない。体重が増えやすくなるっていうのもありますね、確かね。食欲が増えるっていうのもありますけど、最近はまあだいぶ減ってきているので、食欲自体はそんなには増えてないかなっていう印象ですね。うん。まあとりあえずステロイドがまあ明日、まあ今日かな、わかんないけど、から、0.5 錠、2.5mg にまあ減るということで、はい、やったねっていう感じですね。本当にね、ここ最近はもう本当に2錠 1.5 錠とかまで減ると、もうすぐ再燃してて、あ腹いて、あトイレ行きたいみたいな感じになってたんで、うん、今飲んでるね、そのリンボックっていう薬がね、まあ、だいぶ効いてるんじゃないかなというふうに個人的には思いますね。うん。まあリンボックもこの前、4月から5月になるタイミングでね、あれは 15mg だったかな、 15mg 3錠が、今だと 15mg 1錠かな、うん、まあだから 45mm から 15mm に減った、だと思います。はい。まあですけど、今んとこ、ね、お腹の調子が悪いとかっていうのは、まあないので、はい。うん。まあステロイドも減りつつ、リンボックも減ってきていて、で、今後はステロイドが、まあ、ゼロになっていって、で、リンボック1錠で維持していくっていう形になるのかな？うん。その辺の話とかもね、多分今日聞かされるのかもしれないですけどね。はい。まあ、実際ゼロになるのは多分、2週間後？そうだよね。今日から2週間後ぐらいに、まあ、ゼロになる感じなので、まあ、様子を見て、はい。もしそれでね、調子が悪くなった場合は、まあ、絶望ですけどね。うわーっていう。またステロイド生活に逆戻りや、うわーっていうね。うん。感じなんで、まあちょっとね、ちょっと私もちょっとドキドキなんですけど、うん。まあ今の状態でいくと、まあ大丈夫かなっていう感じはしております。はい。ということで、まあ他にもね、薬、そうだ、うん。他にも薬たくさん飲んではいるんですけど、まあ、
直接その潰瘍性大腸炎に効くっていうよりかは、そのね、ステロイド飲んだりとかリンボックを併用してやると免疫力がね、こう急に下がったりとかするってことで、そのなんていうの、下がったところにこうね、細菌っていうか病気とかになりやすくなったりするから、そういうのを防ぐための薬とか、まあ、なんだっけな、なんか胃をなんか保護するような薬とか、まあそういったなんか補助的な薬はまあたくさんあって、まあ飲んでるんですけど、まあ基本的な潰瘍性大腸炎に効くような薬はまあそんな感じですね。うん。はい。まあなので、本日、まあ午後からね、病院行って、まあ状態を見てもらって、ね、ステロイド減らしていけたらなと思っております。はい、また何かね続報があればまたこのクドラジでお知らせしようと思いますので、もしよければね聞いてもらえたら嬉しいです。はい、ということで、じゃあね、さっきも言ったように9時からねちょっと準備しなきゃいけないので、今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。